皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、産後1年3ヶ月経ちまして、現状の体重そして体の変化についてお話ししていきたいと思います。ちょうど去年の今頃もですね、体型の変化についての動画を上げてるんですけども、まあ、私的に記録しててよかったなって思ったんで、まあ、1年経ったということでね、パッと見の見た目じゃわからないところとかの変化も出てきたりしてるので、まあ、そこら辺もまとめていけたらなというふうに思ってます。ということで、まずはね、事前情報としてお伝えしますと、私は緊急帝王切開で出産をしました。そしてですね、離乳食が落ち着く頃まではミルクと、母乳の混合栄養を与えていて、現在もですね、まだおっぱいは離れてないんですけど、求められる時に授乳してるっていう感じであげています。まあ、ここら辺もね、体重とかにも関わってくるのかなと思うので、事前情報としてね、お伝えさせていただきました。ということで、まずはですね、体重の変化のお話いこうかな。うちの子がね、1月誕生日なんですけども、ちょうどいろいろとね、イベントごとが多い年末年始が関わってたのもあって、まあそういう言い訳をしつつなんだけど、出産直前の私の体重は60キロになりましたね。妊娠前の体重と比べると 14.6 キロプラスね、結構しっかりと大きくなりました。そして生後3ヶ月の時は授乳をしていたり、あとむくみもだいぶね取れてきたっていうのもあって、48キロまで体重が戻ったので、出産直前と比べると12キロマイナスでした。ここから私のね、悩みがちょっと始まり出すんですけども、いい感じで体重がどん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 元に戻ってったんだけど、気づいたらもう妊娠前の体重よりもガクンとさらに減ってしまって、もう見た目もげっそり、生後半年ぐらいで42キロまで体重が減ってしまって、いや、このまま行くと30キロ台いっちゃうかもしれない、やばいと思いながら、この頃はですね、もうとにかくたくさん食べるっていうことをしてました。夜ご飯も、もう白米山盛り、おかわりもしたりみたいな感じで食べていて、まあ、世間一般的には産後は体重が落ちにくいみたいな話よく聞くじゃないですか。なんだけどね、私の場合は体重が落ちすぎてしまって、もう見た目もね、やっぱげっそりするとちょっとこう老いて見えるんですよね。シワとか顔の張りみたいなのもなくなってくるし、まあ、それの要因として考えられるのは、やっぱりこう授乳をしていたっていうのがあるのかなというふうに思っていて、体の水分を息子に与えているようなもんですよね。だからこう張り感がなくなってしまったり、なんかこう全体的にパサッとした感じになっちゃってたから。そしてね、離乳食も始まり、そこまでこうおっぱいがメインではなくなってきてからですね、徐々に体重が元に戻り出しましたね。体重も食べた分つくようになってきて、現在1年3ヶ月経ちまして、出産前の体重45キロまで戻ることができました。いや、もしかしたらね、体重がなかなか戻らないっていう方とかにとってはね、羨ましい話に聞こえるのかなと思うんですけども、まあ、私の考えからすると、少しはまあついてた方が若々しく見えるよね。体質的なところもあると思うんだけども、もっとこれからね、体力勝負に育児がなってくると思うから、これ以上体重が下がらないように、まあ、栄養的にもちゃんと取りながら過ごしていけたらなっていうふうに現在は思ってます。そして続いては体型の変化。もうこれはね、数字だけではごまかせない。早速なんだけども、今の私のお腹周りのね、皆様にもお見せしていきたいと思います。これはね、生後3ヶ月の時もお見せしてるんですけども、その時とまた比べてどんな感じになっているのか。では生後1年3ヶ月目のお腹まで3、2、1オープン。じゃじゃーん、こんな感じでーす。なんか今いい感じで、横からの照明のおかげでちょっとこう腹筋っぽい感じで見えてると思うんですけども、いい感じで乗ってまーす。伸びたお肉のこのたるんだ感じ、これはね、なくならないね。お腹だけではなくって、お尻とか胸、もうここら辺なんかはもう垂れまくりですよ。お尻は一回垂れるとなかなか元に戻らないですね。でもそんなに頑張ってるわけじゃないんだけどさ、もうシルエットがちょっとこう四角いで、もうぺったんこみたいな感じにね、
なってしまって、もうこれが本当に戻らないのがすごくショック、まあ、ただ胸はブラつけたりとか補正できるものがあるので、なんとなくこうシルエットがカバーできるんだけど、やっぱこうお尻とかもっと大々的にこうシルエットが出ちゃうところに関してはもっとキュッて上がりたいなーみたいなね気持ちあったりとかするんだけども、そこまで頑張る気力の方がございません。あと1年もね経ったら、正中線だったりとか、乳輪周りとか他の体の黒ずみっていうところは私結構出たんですけども、脇の下とかそういったところももう全然綺麗になりました。すごく白くなった。なので色素の部分は気がついたらもう普通の今まで通りに戻ってたなっていう感じがありますね。あ、そうで、ちょうどお腹を見せていたので帝王切開の傷のお話をすると、まあ、なんか傷のアフターがどんな感じになるのかっていうのを私は見比べたことがないからわからないんですけども、おそらくケロイドになってしまいました。こう傷の部分が赤く膨らんで、ちょっとこうコリッとした硬さがある感じに全体的になってしまってて、事前情報とか事前準備っていうことが全くできていなかったので、もうちょっとちゃんと保湿してればとか、こう摩擦を与えないようにカバーするシールみたいなのがあるんだけど、そういうのももうちょっとちゃんとやってればここまでならなかったのかもなーっていうのは思いはあったりとかするんだけど、でもやっぱりこう息子が抱っこするときにお腹にこう登ってきたりとかさ、圧迫するようなことがあると、こう触ると痒かったり突っ張る痛みみたいなのがあるので、これはもうずっと付き合っていく感じになるのかなと思ってます。で、おせっかいされた方どうですか？私の傷みたいなのが普通なのかな？そして体重体型だけではなく、やっぱり1年経つとですね、結構いろんな変化に直面してまして、その代表的なものの一つがですね、もうそこら中体が乾く髪もそうですし、目もそうだし、顔の保湿はね今までもちゃんとしてたからそこまで感じなかったんだけど、問題は体よね。妊娠中は妊娠線ができにくくなるようにしっかり保湿しなきゃって思ったから、オイルとかクリームをしっかり塗りたくってたので、もう人生で一番コンディションが良かった。もうふわふわもちもちだったんですよ。もう毎日ちゃんと保湿してたらこんなに肌って変わるんだっていうのを実感した10日だったんですよ。まあ、ただもう産んだらもう終わりみたいな気持ちになっちゃって、息子の保湿はねもう毎日必ずしっかりとしてたのに、もう自分はそっちのけ、びっくりするぐらいあっという間にカッサカサになっちゃって、もう触ると自分の肌じゃないみたいな、サメ肌みたいになっちゃってね、もうこんなんじゃダメだっていう風に思って、まあ、最近は息子が自分で立てるようになってきたので、まあ、同じように自分自身もしっかりケアしてあげようっていう気持ちでお風呂上がりの保湿っていうのを習慣化しています。で、最近使ってるので言うとこちら、ヒアドットママボディケアミルクのこの大きいサイズをお風呂場に置いてます。こちらが妊娠初期のデリケートなお肌でも使える保湿剤で、育児で自分時間が限られてるとか、保湿の習慣が定着しなくてもう気づいたらカサカサみたいな人にもすごくね使いやすいと思います。で、デリケートなお肌が守れるように 100% 天然由来成分プラスオーガニック美容成分が配合されているのが特徴で、これね生後6ヶ月の赤ちゃんから使えるんですよ。そうだから妊娠中に、まあ、余っちゃったとしても産後自分にも子供にも家族みんなで使えるっていうの嬉しいですよね。まあ、うちは私の保湿メインとして置いてるんですけど、たっぷり塗ってもそのまま子供触れるっていうのも嬉しくって、でミルクって書いてあるんだけど、テクスチャーはねこんな感じでジェルっぽい乳液状で、少量でもめちゃくちゃ伸びがいいの。ベタベタ感も全くなくって、しっとりするけどねサラッとした仕上がりになります。で、液晶乳化製法っていう技術が採用されているので、ベタつきや張り付き感っていうのが感じにくいらしいんですよね。私ベタつくのが苦手で、だからねボディの保湿が怠けがちになっちゃうんだけど、これは使用感がいいですし、まあ、ジェルっぽいのでこれから暖かくなる季節でも気持ちよく使えるんじゃないかなと思います。やっぱりねポンプタイプは本当に使いやすい。もう習慣化するならポンプだよね。この中もね二層式構造になってるので、最後の最後までしっかりと使い切れて衛生的に使えるのも嬉しいなと思ってて、妊娠を経験して分かったんですけども、私の場合お腹だけじゃなくってもう全身の皮がピキピキ伸びる感じを感じるんですよ。
腰とか背中あたり、あとは脇あたりもピキピキ伸びる感じを感じたので、まあ、妊娠中のケアはそこら辺をしっかり保湿しておくのね、本当におすすめします。もうそうなってくるとね、使い勝手が良くって伸びが良くてベタつかないっていうのが結構マスト事項になってくるんだけど、まあ、なのでプレママさんにもヒアドットは使いやすいかなと思います。あとは無香料なので香りに敏感になる時期にも使えるかなと思うので、詳しくは下の概要欄に取扱い店舗情報などを書いておきますので、ぜひ近くの店舗で試してみてください。あとは髪のパサつきとかうねりっていうのも感じ始めたのはもちろんのこと、白髪もね一気に増えました。これも結構効くよね、産後の白髪。これが一時的なことなのか、これをきっかけに、まあ、どんどん増え出すのかちょっとわからないんですけど、まあ、気づいたら、え、めっちゃあるじゃんみたいな感じでね、思ってて。ここにぴょんぴょん跳ねてきてるのわかる？これ切って伸びてきた白髪たちですね。この距離でもわかるね。ちょっともう切らなきゃ。あとはアホ毛もだいぶ長さが出て落ち着いてきてくれた気がします。抜け毛もね、知らない間にかなりたくさんあって、それもあって前髪作ったりしてたんだけども、アホ毛が落ち着いたのはねちょっと嬉しいポイント。最後にこれはね、毎日気をつけなきゃって思いながらいるんですけども、姿勢ですね。姿勢もだいぶ変わって、まあ、どうしても小さい子相手にするので、もう首をねこう前に下げるような、体を丸め込むようなこういうね猫背姿勢になることが多いので、それも気をつけなきゃいけないし、抱っこをするときにどうしてもね腰骨にお尻を乗せると手だけに重さの負担が来ないので楽なんですけども、そうすると毎回決まった方に、私だったら左側に息子を乗せたくなっちゃって、いつもちょっとねこう体を歪ませるような体勢でいたり、ここに息子を乗せるから骨盤が後傾するような感じで乗せるので、もうどんどんお尻が垂れる一方なんですよ、この体勢がね。まあ、体力はもちろんだけど、そういう姿勢的なところを直したくって、1ヶ月前ぐらいからピラティスに通い出したんですけども、こればっかりはもうしょうがないのかなと思いつつも、でもね日々の自分の意識がけだけでもだいぶ変わるかなと思いながら、少しずつまあ体力も戻していきたいなっていう思いでやっています。ということで、こうやってまとめてみるとね、この1年で体重体質もすごく変わったなっていうのを目の当たりにしてることも多いんだけど、まあ、この体にしがみついてくれて触れてくれる存在がいるっていうのはすごく自分にとって自信にもなるなっていうふうに思ってて、まあ、今年で40にもなりますしね、優しい目で、付き合っていって自分自身を大切にしていきたいなというふうに思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。